朝が来た。第15週。大阪の大恩人。第87回。あらすじ。梅は、雁助に、あの五代様が確かに言うてはりました。銀行に関しては、大番頭さんの意見が正しいってと報告します。雁助派、小吉が亡くなった時、お店を辞めようと思ったが、栄三郎が頼りにしてくれているので、考え直したと打ち明けました。梅が去ってから、朝が立ち聞きしていたことが分かって、雁助派大慌てです。世のが、千代は、五代様のことが好きみたいだっせと言うので、新次郎は、そらあかんがな。千代にまで気に入られるやて、ともちゃんめと顔を曇らせます。千代が来て、お父ちゃんも、普通の音をちゃんと違えてるの。と言い出しました。朝は新次郎、栄三郎、雁助を集め、炭鉱を買い足したいて表んの出すと切り出します。九州にいる木助に、近くで買い足しできそうな山の話があったら教えてと頼んでいたのです。朝が、銀行については、焦りすぎだったと謝ると、雁助派、お好きなようにしとくれやすと認めてくれましたね。千代は、サチと一緒に作った七夕様に飾る天の川を持ってきました。朝は、千代。堪忍な。お母ちゃんな。明日からまた炭鉱。いかなあきまへんのやと謝ります。和歌山の初から手紙が届きました。愛之助が10歳、洋之助は6歳になり、愛之助が村の学校に通うようになったと書いてあります。元気にしてるようです。明治14年7月、いくつかの新聞社から、薩摩出身の五代が、同じく薩摩出身の政府高官と癒着しており、北海道の官有物を格安で払い下げられる、という報道が大きく世に出ました。朝はショックを受けてましたね。